はい。 澤田でございます。上司が教えてくれない営業のコツ。今日は相手のニーズを引き出すための営業トークということをテーマでお話をしていきたいなと思います。えっとご質問いただいておりまして、えっと担当者の課題やニーズを引き出すためにどのような質問をすればいいのか分かりません。えー、現状聞いていることは課題はありますか。えー、採用商材なんですが採用に向けての訴求ポイントはありますか。作、えー、用マンゴーを導入することはいかがですか。みたいな形で、えー、ニーズを引き出そうとしているということなんですが、えっ、ー、とですね。そもそも前提としてお客さん自身が正 明確にニーズを把握していることが少ないっていうことをあのまず最初にお伝えをしたいなと思っております。要はお客さん自身から問い合わせがあった場合で行けば何かをやりたいっていうことは明確になっているケースもあるんですが。 ニーズってそもそも何かっていうと必要性なわけですよね。なので何を必要なのかっていうことで手段とかツールが必要だと感じているケースは多いんですがなぜそれが必要なのかっていうところまで考えて必要性が把握できている考えられている人っていうのはそこまで実は多くないんですよ。 でましてやプッシュ型の営業でテレアポしてますとかテレアポからのアポになって商談になりましたという場合は自分から必要に駆られて問い合わせをしたわけではなくて営業側が会ってくれもしくはかかってきた電話で話をしていて突然聞かれているような状態なので自分の課題感とか悩み事っていうのを明確にできているかっていうと明確にできていないケースが非常に多いんですよね。 なので、ニーズを引き出すためには、まず営業がやらなきゃいけないことは、相手の現状を把握すること、させることなんですよ。なので、今、相手が何悩んでますかとか、どういう希望がありますかっていうことを聞いたところで、お客さん自身が、そのやりたいこととか悩みとか課題について、真剣に考えていないわけですよ。 いうか考える前に連絡が来てしまったので会ってる電話で話しているみたいな状況なのでまずはその悩みとか課題ってあるかなっていうふうに考える材料を一緒に揃えていくっていうのが興味を持ってもらうためニーズを引き出すために非常に重要と。 ということですねニーズはポンと生まれるわけではなくてニーズを認識していないがために引き出すことができてないケースって非常に多いのでまず営業としてやるべきことっていうのは現状をお互い営業とお客さんお互いに正しく把握をするということを考えてもらえるといいかなと思いますなので今お困りごととか悩みごとって何かありますかって聞いて出てこないのであればそれは本当にないケースは少ないです 考えていないから出てこないっていうケースが非常に多いので営業が遠くの中でやるべきことっていうのは一緒に今の状況じゃあ少し整理をしていきましょうみたいなところが目標と現状でそこに対して差分が何かあった時マイナスの差分なのかプラスでうまくいってるのかどうかみたいなところを整理をするでそのために何をやってるのかみたいなことを含めてお互いに 今の目標値、今得てる成果、それを成果を得るために出ている状況に対してのやっていること、状況、施策、あとは競合他社の状況みたいなところで、お互いがその、お互いの認識の中で現状を正しく把握し合いましょうということですね。で、いきなりその現状を確認する質問をしたところに出てこないケースも多いので、まずは営業自身が他の会社の事例であったり、他社の事例であったり、他人の事例であったりっていうところから、なんかこういうケースとかもお話聞くんですけど、いかがですかみたいな形で、質問を丸投げるではなくて、自分のケーを 経験かかからここうういいい話聞くことががが多いんですか多いんですがいかがですかみたいな形で事例とか回答のイメージを相手に投げてから質問をしていくそうやって現状を引き出していく現状を引き出した上で今お話こ,ういうこの状況を伺うとこんなお悩みってありませんかみたいなことで聞き換え聞いてあげるとちょうどそれで悩んでたんだよ言われてみればみたいなことが出てくる可能性が高いと。 ですね、なので、ニーズを引き出すポイントっていうのは、言われてみればそうかもみたいな形で OK なんですよ。ポンと出てこないので、言われてみればそれ悩んでたとか、言われてみればそれできたらいいなと思ったんだよね、みたいなふうな状況をいかに作るかっていう点が、相手のニーズを引き出すための営業トークになるので、ぜひちょっとその点を意識いただきながら、お客さんのコミュニケーションを取っていただけると良いんじゃないかなと思います。ところが今日は相手のニーズを引き出す営業トークについて考えていきました、えー。今日の動画が参考になったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン押していただけたら嬉しい限りです。本日は以上です。